焼きおにぎり壊してこうぜ、イエイエイエイ。皆さんおはようございます。雪中キャンプ2日目の朝でございます。いや昨日寝てる時は寒くなかったですけどね、ちょこっと寒かったか。今はちらちら雪が降り、多分0度ぐらいかなと思います。でもなんか言うほど寒くはないですね。今お湯沸かしてコーヒーを入れて、この後朝食を作っていきたいと思います。いただきます。いやめちゃくちゃいい感じで雪降ってますね。最高じゃん。グッドコンディション。よし、じゃあご飯炊いてもろもろやっていきましょう。安定のパン粉焼きですね。これで炊く米がうまいのよ。おみそだな、花まるき。昨日の余った材料でお味噌汁たるものを作っていますわ。天気こっちゃ。で、さっき沸かしたお湯を入れると。で、今日はちょっと本出汁を使わさせていただきます。本出汁、あとはストーブの上に切りましょうか。いや、おい、いいね、この湯気が、この湯
ルが始まりの合図だ。これで火止めちゃう。よし。お味噌なら花丸き。というわけでお味噌汁、今日は赤だし味噌でございます。この天恵子の旨味がすごいんですよ。さっきちょっと飲んだら天恵子と本だしのコラボが強い。よし、目玉焼きを焼いていく。あ、ちょっと多すぎた。斜めすぎちゃった。こうすればいいのか。雪で斜めで。そうですね。よし。これ5円で販売しているタレパンショーでございます。もしよかったら概要欄にリンクがあるので見てみてください。同じサイズを重ねると蓋になるってやつですね。でこの上に炭を乗せると中がオーブンになるという代物でございます。はい、宣伝でした、すいません。オープン。あら、美味しそう。 OK、 これぐらいが好き。よし、食べよう。よいしょ。よっしゃー、ご飯うまく炊けてっかねー。あ、いい感じでございますね。お米が立っちょる立っちょる。よし、味噌汁盛るからご飯。はい。あ、ちなみに今目の前にマネージャーがいます。おはようございます。おはようございます。よし。この味噌汁で昨日の弱った肝臓を復活させられる。結構飲みましたもんね。うん。いつ寝たか覚えてない。気づいたら寝てました。最後会話できてたかも覚えてない。半分寝てましたね。寝ながら、はい、寝ながらって感じでした。最低だね。いやいや。一番いい寝方なんじゃないですか。最低なクリーターですよ。よし、じゃあ食べましょう。いただきます。いただきます。あれ、目玉焼きは醤油派？塩派？醤油派です。醤油派、じゃあ一緒に入れて、はい、好きに変えてください。ありがとうございます。いただきます。いただきます。あー、うまっ。染みますね。染みるね。めちゃくちゃ染みるわ。そうだ、あれでしょ、なんか味噌があるんでしょ。あ、そうなんですよ。よいしょ、これだ。なんだっけ、二郎さんの知り合いの人。そうですね、会津若松で知り合った方のところの味噌っすね。 あ、向こうで知り合った方の。はい。なんかあれなんでしょう、会長の娘さんが俺の動画見てくれてるんでしょ。大変気に入られてるみたいです。 ありがとうございます。じゃあよかったら見せてもお願いします。そう、これがあるって言ったから今日もうシンプルおかずしか作らなかったんだけど、美味しそうだね。ふきのとう味噌と、あ、ふきのとう味噌大好き。焼きおにぎり味噌、あとネギ味噌だ。なんかサイト見たら他にもいっぱいあったね。めちゃくちゃ種類味噌屋さんなんだよね。そうです、そうです。
明治4年って書いてあったけど、めちゃくちゃ古くからあるところなんで。明治4年ってやばくない？やばいっす。4年前は江戸時代でしょ。はい。ワンチャンご先祖が坂本龍馬に会ってる可能性あるもんね。相当やばいっすねそれね。やばいよね、はい、そんな歴史のある会社のお味噌をいただきました。今日はこれで朝ごはんを食べていきたいと思います。じゃあ改めていただきます。いただきます。鉄フライパンで焼いた目玉焼きめちゃくちゃうまいんだよ。なんかどう違うんですか？周りのさ焼き目具合が違くない？あ、確かにカリッカリっすね。そうそうそう、うん、うまっ。半熟具合が天才ですね。オーダー通り？はい、1ミリもずれてないです。うまっ。ふきのとう味噌めっちゃ好きなんだよ。ふきのとう食べたことないですね。マジ？はい。生のやつもない？ないです。マジか。じゃあ今度山菜店やろうよ。うわ、もう少しで時期だから。山菜そばとかめっちゃ好きっすね。ああ、うまっ。ふきのとう味噌うまっ。うん、飯に合いますね。めちゃくちゃうまいね。うん、うわ、ネギ味噌ね。ちょっと甘みがいい、うん、あるのがいいわ。贅沢ご飯じゃないですか。もうありがたいっすね。ありがたいですよ。うわ、ネギ味噌うまっ。これは豚肉も絶対合うやつだ。もうレシピが広がりますね。せっかくだから焼きおにぎりもやっていきましょう。よし、焼きおにぎり。焼きおにぎりやるの久々だな。よし、これで一回素焼きして味噌つけてもう一回焼く感じだね。はい、もううまそうなんですけどね。おにぎりが、はい、おにぎりってね面白いんだよね。握り手で美味しさが変わる。へえ、何なんだろうねあれ。握り具合なのか、力加減とかによって変わってくるってことですかね。ね、あと塩加減か。うん、これでもあれだね、キャンプとかだったら今ね、コンビニで塩おにぎり売ってるからそれでもいいよ。ああ、確かにそうですね。それで焼きおにぎりにしてね。ただまあ自分の手で握るっていうところがまた豪華です。まあ確かにね、はい、すでにすごい贅沢な朝ごはんですけどね。贅沢朝ごはん、はい、よし、これで焼いてく。よし、乗っけていくと。なるほどなるほど。あ、でもいい絵だな。キャンプで朝ごはん、キャンプで焼きおにぎり。おお、めっちゃいい感じだ。ザ焼きおにぎり。ここにお味噌を、焼きおにぎり味噌。艶してますね。美味しそうじゃん。こんぐらい塗っちゃっていいのかな。
たっぷりめがうまそうっすね。ね。で、これで本当は炙るんだけど、下火だからちょっとバーナーで炙ります。焦がし味噌。よし、ちょっと焦がしていく。焦がしてこうぜ、イエイイエイイエイ。それでは会津天保さんの焼きおにぎり味噌、いただきます。いただきます。うまそう。うん、うまっ。思った君に、うん、あ、この甘めの味噌いいわ。好き。しかも焼きおにぎり香ばしいめっちゃうまいね、うん。この香ばしさの味噌は合うわ。うまっ。いや、贅沢だこれは。朝から幸せっす、ね。キャンプの朝食うまいんだよね。なんかやっとその意味が分かった気がする。そう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 。